うございます。今1月の25日の朝です。今日は何も練習の予定とかがないので、まあ、今10時過ぎなんですけど、今日初めて、Vlog っていうのをやってみたいと思います。眠い。起きて、まあ今もう11時半くらいなんですけど、今日、初めてVlog っていうのをこう試してみようかなと思って、まあ、ちょっと調べてみたんですけど、Vlog っていうのは簡単に言ったら、ブログ、日記とかそういうのを書いてるブログプラス、ビデオなので、まあ、日記を動画で作るみたいな。でのビデオの V とブログは普通だったら B から始まるんですけど、それを足して VLVLOG で Vlog か Vlog みたいな感じで言われてるらしいです。で、まあ、それをなんでやろうかなと思ったかっていうと、まあアメリカに留学行ってた時の友達っていうかルームメイトが今これをやってて、最初見た時にその Vlog1 とか Vlog32 とかなんかその Vlog なんちゃらみたいな、そうシリーズ化みたいなされてて、なんだろうなと思ったら、そのまあ普段の生活をこうこう動画にしていくっていうような感じらしいです。であとまあ他の YouTube とか見ててもその Vlog なんとかを作ってる人がいたので、あどうこれ何なのかなとちょっと気になって、まあ、ちょっと今日挑戦してみようかなと思ってます。で、まあ、特徴はなんか日本人はあんまやってる人が少ないみたいで、まあ、理由としては多分その顔を出すことへの抵抗感があるっていうのが一つの理由らしいです。でまあそれはちょっと挑戦としてやってみたいと思います。で今日の予定はこれから友達と映画を見に行く予定なので、今日金曜日で練習なくてまあフリーなので映画を見に行こうかなと思ってます。クリードっていうボクシングのやつですねが多分今日からなのか多分もう始まってるので、それが見れたらいいなと思ってます。じゃあまたそれも。今映画館に着きました。で今友達を待ってるんですけど、ちょっとなんかこう怖いというか、ブラジルは携帯ピュッと盗まれたりするんで、こうやって Vlog 今日初めて撮ってますけど、ちょっとビビりながらやってます。今、まあ、夜になったんですけど、今日は、友達と映画を見に行ってきました。映画はクリード2っていう映画で、ロッキーっていうボクシングの映画の続きというか、まあ、そのつながりのある映画で、昔にクリードの、まあ、最初のやつがあってその続きだったんですけど、まあ、それを見てきました。で今日行った映画館がポルトガル語しかなくて、まあ、翻訳っていうか話してるのもポルトガル語しかないし字幕もなかったので、まあ、理解度はちょっと 60% ぐらいだったんですけど、それでも面白かったです。で、ブラジルの映画館でちょっと日本と違うなって思ったのが、もうこれはネタバレとかじゃないんですけど、まあ、ボクシングの試合のシーンがあって、試合で主人公が相手の選手をこう倒した時、相手が倒れた時にこう見てる人たちがうわーみたいな結構盛り上がってて、日本だったら絶対こう喋らないというかこう静かに見るっていうのがまあ一般的だと思うんですけど、
ブラジルで今日映画見た時はすごい盛り上がってて、なんかみんな笑ったりとか話したりとか、相手が倒れた時に拍手したりとか、なんかそこでのブラジルと日本の違いというか、海外と日本の違いがあの映画館でもあるのかなっていうふうに感じました。多分今日はこれで、撮るのも終わりなんですけど、まあ、Vlog をこれからちょっとやっていこうかなと思ってます。で、まあ、もちろんその今回は休みの日の1日、まあ、1日って言ってもほぼ全然撮ってないですけど、休みの日だったんですけど、これも野球の練習がある時とか、もしかしたら試合の遠征に行ったりとか、なんかそういった時にもできたら、やって、まあ、いろいろシェアをしていきたいなと思ってますので、動画のチェックとチャンネル登録お願いします。じゃあ。